皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、ヴィッセル神戸の、この冬の移籍まとめところについてね、紹介していきたいと思います。まあ、ここ最近やらさせていただいている今冬の移籍まとめというところで、今回ヴィッセル神戸について紹介していきたいと思います。まあ、いつも通りね、新加入選手だったり、対談選手の他に、まあ、例年に比べて控えめの補強になったこのヴィッセル神戸ですので、まあ、どういうところがあるのかっていうところもありますし、まあ、先日発表されたリンコン選手というところもね、発表されて大型補強になりましたし、まあ、その他にもね、いろいろな選手、複数選手取ったんで、まあ、個人的な来季のキープレイヤーというところも挙げさせていただきました。まあ、ヴィッセル神戸ね、例年通りの、まあ、大型補強とはいかず、今季はね、まあ、着実にピンポイント補強を重ねてきたというところもありますんで、今回ね、ヴィッセル神戸編について紹介していきます。最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、ということですね、この動画の目次ということで、この動画ではですね、まず監督の紹介をして、その次に新加入選手の紹介、対談選手の紹介をね、一人ずつさせていただいて、その次に来季の個人的な目標選手、まあ、キープレイヤーのところですね、を紹介させていただいて、最後に、来季のヴィッセル神戸の目標というところを、まあ、個人的に考えてね、決めさせていただきましたので、そちら紹介していって、最後にまとめという形で、動画を締めくくろうかなと思います。まあ、以上ね、この6つのですか、観点に分けてやっていきたいと思いますんで、まずは監督の紹介の方からやっていきたいと思います。はい、ということですね、監督の紹介というところで、やっていきたいと思います。三浦敦弘監督ですね、2年目のシーズンで、まあ、昨シーズンの途中からということで、まあ、一応1年乗り切ったという形になっています。昨シーズンのシーズン途中にですね、フィンク監督の退任、まあ、諸事情により退任ということで就任することとなった三浦監督はですね、就任直後から、まあ、ヴィッセル神戸がちょっと落ちてるところに就任してですね、連勝をするなど、まあ、いい調子であったんですけど、その連勝というところはね、まあ、ずっと続くわけでもなく、そこから徐々に勢いがなくなってきて、しまって、まあ、結果的にシーズンと終盤のところでですね、6連敗を喫するなど厳しい時期もありましたけど、年末に行われた ACL というところではね、ヴィッセル神戸として初出場ながらベスト4という、ね、成績を残すなど、まあ、コロナなど、まあ、いろんな影響もありながら臨機応変に、ね、対応したシーズンだったと思います。個人的にはね、残りのシーズンだけ、まあ、昨シーズンのシーズン途中から就任したということもあって、昨シーズンをやりきって、まあ、そのまま新しい監督に指揮を変わるのかなという個人的には予想していましたけど、結果的に9日に三浦監督のですね、続投が発表されましたので、まあ、ちょっとびっくりしたところでもありました。今季はですね、ACL などもなくリーグ戦のみの、集中リーグ戦のみということでね、集中して臨めると思いますので、2021年シーズンのね、ヴィッセル神戸というところも期待してみていければいいのかなと思います。はい、ということですね、新加入選手の方をまず紹介していきます。まあ、この7選手がこの冬の移籍の新加入というところで、まだね、ここから動きがあるかもしれませんし、まあ、現時点の、移籍というところが、この7人が正式発表されてますんで、広永選手の方から紹介していきます。広永選手30歳の選手で、サンフレッチェ広島から完全移籍で加入することが決まっています。さっきの出場はなしということでね、まあ、広永選手はここまでのキーパーというところで、まあ、広島含めてサブキーパーというね、立ち位置が多かったもののですね、まあ、広永選手の実力っていうのは確かなものでありますんで、まあ、新天地のヴィッセル神戸に移籍したというところもありましてね、スタメン争いというところにも期待していければいいのかなと思います。続いて2人目ですね、小林祐希選手です。20歳の選手で、横浜 FC への期限付き移籍から復帰、まあ、レンタルバックという形になっています。昨年は横浜 FC でリーグ戦28試合に出場してね、まあ、最後の方はもう欠かせない存在となっていましたし、非常に、ね、いいシーズンを小林選手としても送れたのかなと思います。小林選手、神戸生え抜きのセンターバックということもあって、若きセンターバックが、武者修行を終えて帰ってきたというところもあります。まあ、一回りも二回りもね、横浜 FC で成長した姿をこのヴィッセル神戸で還元というところはありますので、まあ、今季のね、ヴィッセル神戸で出場機会、まあ、必ず、ね、巡ってくると思いますので、ぜひね、頑張ってほしいのかなと思います。続いてですね、ディフェンダーの桜内選手です。31歳の選手で、ジュビロ磐田から完全移籍で加入をしました。昨年はジュビロ磐田で、リーグ戦16試合に出場しました。ジュビロ磐田一筋のね、ベテランが、まあ、西選手というところがね、務めていた右サイドバックにね、まあ、来季は、主に定位置としてね、入ると思うんですけど、まあ、そこの右サイドバックのポジションでね、うまくはまるのかっていうところにもかなり注目だと思いますし、まあ、この移籍っていうところは個人的にもね、ちょっとびっくりした移籍でもありましたんでね、まあ、今季右サイドバックというところも、この桜内選手注目してみていきたいと思います。続いてですね、桜井選手です。18歳の選手で、前橋育英高校から加入しました。
昨年はですね、リーグ戦の出場はありませんでしたね。高卒ルーキーが山口小樽選手ですね、というところだったり、イニエスタ選手含めて、まあその経験値豊富なというところとね、スタメン争いにどう加われるかというところも期待したいですし、まあ前橋育英高校から加入ということでね、非常に個人的にも注目している選手でもありますんで、頑張ってほしいのかなと思います。まあ練習からでもですね、イニエスタ選手だったり、レベルの高い神戸で練習することによって確実にね、成長するところはあると思いますんで、まあ今季は出れない、もしね、出れない状況になったとしても、まあ確実に成長はできると思いますんで、そういうところを含めて頑張ってほしいのかなと思います。ミッドフィルダーの井上選手です。23歳の選手で、東京ヴェルディから完全移籍で加入しました。昨年は東京ヴェルディでリーグ戦38試合に出場とね、まあフル稼働を果たしました。ヴェルディ生え抜きの若手テクニシャンがですね、ヴィッセル神戸でどのような輝きを放てるか、まあ個人的にはね、この移籍も、まあツイッターなど含めて非常に賑わしたニュースでもありますし、まあこの井上選手、東京ヴェルディから移籍してきて、まあヴィッセル神戸でね、再び輝きを放って、というところでね、頑張ってほしいのかなと、注目している選手の一人でもあります。続いてがですね、増山選手ですね。23歳の選手で、アビスパ福岡への期限付き移籍から復帰という形になっています。昨年はアビスパ福岡でリーグ戦36試合に出場してね、まあアビスパ福岡は2位で自動昇格ということが果たしましたんで、まあそこにね、大きく貢献した一人の、選手だと思います。まあこちらもですね、武者修行を終えて帰ってきたということもあって、まあ小林選手と同じ武者修行ということですけど、まあアビスパ福岡でね、J2 で経験して非常に素晴らしいシーズンを送れたと思いますんで、まあ期待の増山選手はですね、アビスパ福岡での経験を持ち、再び神戸に乗り込むということでですね、まあ非常に攻撃陣、スタメン争い激化していると思いますけど、ぜひね、頑張ってほしいのかなと思います。まあラストのところですね、この移籍の、まあ一番のね、補強になったのかなと思います。20歳のリンコン選手です。20歳の選手で、フラメンゴから完全移籍で加入をしました。これからのブラジルを担う若き至宝というところでね、まあ非常に海外からも注目されている選手でもありまして、まあ、レアルマドリードに所属するビニシウス選手というところでですね、二人、このリンコン選手で、まあ、これからのブラジル代表になっていくだろうと言われているぐらいの、まあ、非常に素晴らしい選手ですので、まあ、非常に期待していいのではないかと思います。3億円超えのですね、移籍金を払い加入することとなりましたし、まあ、J リーグ内の移籍市場価格というところでもですね、イニエスタ選手が今まで4億円というところでトップでしたけど、6.7 億円というところで抜いて、1位に輝いたというところもありますんで、まあ、J リーグを代表する選手になれるように、まあ、今季ね、非常に期待していいのかなと思います。まあ、この正式発表までにいろいろね、まあ、最後に破談するのではないかとかいろいろ言われてましたけど、結果的にね、加入することとなりましたんで、J リーグでね、見れること、早く見れることに期待して見ていきたいと思います。はい、ということでですね、ここからは対談選手の方を紹介していきます。まず、ゴールキーパーの吉丸選手ですね、24歳の選手で、来季はギラバンツ北九州に完全移籍することが決まっています。昨年はリーグ戦1試合の出場にとどまりました。まあですね、ですが、その1試合の出場だったものの、その1試合でね、まあ、気迫あるプレーを見せてくれて非常にファインプレーというところも見せていましたんで、まあまだまだね、成長できる選手だと個人的にも思いましたし、まあ新天地のギラバンツ北九州でね、ぜひスタメンを掴んで、これからもね、頑張ってほしいのかなと思います。続いてデンダーの渡辺選手ですね。33歳の選手で、レノファ山口に完全移籍することが決まっています。昨年はヴィッセル神戸リーグ戦で15試合に出場しました。まあ、昨年もそうですけど、ここ数年ですね、非常に経験豊富なベテランセンターバックとして活躍していましたし、まあ、新天地の山口というところで、加入してですね、スタメン争いに加わって、上位進出というところに貢献してほしい選手の一人です。まあ、これまでヴィッセル神戸で培ってきたものをね、ぜひレノファ山口に還元して頑張ってほしいのかなと思います。3人目ですね、ディエンダン・ダンクレイ選手です。28歳の選手で、まあ、未だ新天地は未定というところに多分なっていると思います。まあ、今後ね、移籍動向というところも個人的に追っていきたいと思いました。昨年はリーグ戦20試合に出場しました。まあ、それと含めてですね、正直このダンクレイ選手、来季も更新するのではないかと思ってましたし、まあ、更新しないということが分かってから、J リーグ国内でもね、欲しいクラブは結構あるのかなと思ってましたけど、結果的には来ないということになっていましたんで、まあ、今後のね、移籍動向というところを追っていきたいと思いますし、まあ、ダンクレー選手の非常にキャラというところもね、愛くるしく、まあ、個人的にも好きな選手の一人でもあったんで、まあ、今後の動向を追っていければいいのかなと思いました。4人目ですね、こちらも大きい移籍となりました、西大吾選手です。33歳の選手で、浦和レッズに完全移籍することが決まっています。昨年はリーグ戦26試合に出場しました。まあ、リーグ戦の他にもね、ACL など非常に、
ずっとね出ていた選手でもあったんで、神戸としてはかなり痛い移籍にはなってしまいましたけど、まあ新天地の浦和でというところでもね活躍に期待したいですし、まあ新チーム発表会というところでね浦和のユニフォーム、まあ、赤いユニフォームも結構似合っていましたんで、新天地のね浦和での活躍期待していければいいのかなと思います。5人目ですね、藤谷選手です。23歳の選手で、ね、ギラバンツ北九州、まあ、吉丸選手と一緒ですねに移籍することが決まっています。昨年はリーグ戦11試合に出場しました。まあ、この西選手が移籍したことによって、右サイドバックというところで今後ね、になっていくのかなと思ってましたけども、この移籍というところになりました。まあ、世代別代表というところも、ね、経験しながら、もちろんね、これからの神戸を担っていくのかなと当然思っていましたけど、まあ、ここで移籍というところになりましたけど、新天地でのね、活躍期待していければいいのかなと思います。最後ですね、小川選手です。28歳の選手で、横浜 FC に完全移籍することが決まっています。昨年はリーグ戦27試合に出場とね、まあ、結構試合、ビクセル神戸の中では出た方なのかなと思います。神戸の生え抜き選手としてですね、またここで、1人いなくなってしまいました。まあ、ここまでね、活躍してきましたけど、新天地の横浜 FC というところでもね、ぜひ活躍してほしいと思います。はい、ということでですね、新加入選手、対談選手の方を紹介させていただいて、ここからは来季の個人的注目選手、キープレイヤーですね、を紹介していきたいと思います。来季の個人的注目選手として小林祐希選手を挙げさせてもらいました。20歳の選手です。来季の、個人的注目選手として今回はですね、横浜 FC への期限付き移籍から復帰をした小林選手に注目しています。まあ、正直ですね、リンコン選手だったり井上選手など気になる選手はたくさんいますけど、まあ、ヴィッセル神戸というところはね、前線にいつも目が行ってしまうというところもありまして、あえてね、今回は守備の選手を挙げさせてもらいました。小林選手はヴィッセル神戸の生え抜き選手でもあり、昨シーズンは横浜 FC に期限付き移籍をしていましたが、28試合に出場とね、非常に大きく成長して、このヴィッセル神戸に帰ってくることとなりました。最初はですね、横浜 FC に出ていた時、まあ、自分もそこまで知らない選手でして、まあ、いい選手だなと思ってプロフィールを見て調べたところ、まだ20歳の選手で、ヴィッセル神戸の選手なんだっていうことでね、非常にびっくりしましたし、まあ、この冬のダンクレー選手の移籍だったり、渡辺博美選手のですね、移籍など、ディフェンダーの選手が結構移籍することもあって、まあ、来季2021年シーズンはですね、確実にチャンスは訪れると思いますんで、そこでね、しっかり結果を残して、スタメン争いというところでね、定着を目指して、頑張ってほしいのかなと思います。まあ、この小林選手を今回挙げさせてもらいましたけど、この他にもね、まあ、途中でも言いましたけど、リンコン選手だったり、井上選手、当然ね、注目している選手でもありますんで、まあ、皆さんの、来季のヴィッセル神戸の注目選手というところも教えてくれれば嬉しいですし、まあ、全員に期待しているのはもちろんなんですけど、今回はね、小林選手というところを特に注目というところで挙げさせてもらいました。はい、ということですね、続いては来季のヴィッセル神戸の目標というところを個人的に考えましたので、そちら、紹介していきます。まあ、大きなタイトルとしてですね、一戦必勝を胸に着実に勝ち点をというところを挙げさせてもらいます。攻撃陣などを見てもですね、J リーグ屈指の爆発力のあるヴィッセル神戸ですが、まあ、波に乗ると連勝などね、いいことも結構多いんですけど、逆のパターンも結構ヴィッセル神戸は多くて、ちょっと沈んでしまうと連敗がかなり重なってしまったり、まあ、1試合での、ね、失点というところが止まらない、傾向に陥る印象がね、結構多くありまして、まあ、そういうところを含めてですね、一つ一つの目の前の試合を勝つことを意識して戦えば、まあ、確実に上位進出というところは間違いなく狙えると思います。逆にですね、途中でも言いましたけど、連敗っていうところが重なってしまうと、どんどんね、来年は4チーム降格というところもありますんでね、一気に残留争いというところにね、のめり込んでいってしまうというところもありますので、そこはね、気をつけて頑張ってほしいのかなと思います。まあ、またですね、新加入のリンコン選手を含めて、攻撃陣の注目は集まりますが、西選手やダンクレ選手というところでね、主力のディエンダー陣のね、抜けてしまったというところがちょっと痛いところでもありますんで、まあ、失点というところにも、ね、気をつけつつ、来季は頑張ってほしいのかなと思います。まあ、確実にチームの戦力としては、実力のあるチームだと思いますんで、タイトル争いに期待して、今季もね、注目してみていければいいのかなと思いました。はい、ということでですね、今回はヴィッセル神戸編の J リーグの、今冬の移籍動向まとめというところを挙げさせていただきました。まあ、新加入選手だったり対談選手というところを含めて、来季の自分の注目選手キープレイヤーというところを挙げさせていただいて、最後に、自分的に考えたヴィッセル神戸の来季の目標というところを、ね、まとめさせていただきました。ということでですね、ヴィッセル神戸、リンコン選手含めて非常に面白い選手が加入しましたので、来季も、ね、注目してみていってほしいのかなと思います。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。
まあ、ヴィッセル神戸今回紹介しましたけど、いつも言ってる通り、これからもね、J1、J2、J3、いろんなクラブ紹介していきたいと思いますんで、ぜひね、このクラブやってほしいよなどもあればコメント欄に書いてくれれば嬉しいです。ということでね、ヴィッセル神戸、来季も注目して見ていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。バイ。